月曜日って憂鬱だよね。流行りのグルメ。タピオカブームも終わったな。次のブームは何だろうね。先に作って売ったら大儲けできんじゃない。本当だ、水曜日に作ってもらえば。で、何作る？ JK なんだからその辺得意だよな。やばい、流行とか全然わかんない。家に引きこもって毎日ガンダム見てるとかとても言えない。シュークリームかな。それはベタでしょ。じゃあマカロン。それはタピオカの前のやつ。もしかして流行りとかわかんないの。いや、そんなことは。ねえ、トロフィーが落ちてきた。え、異世界もの最近流行ってるよね。異世界転生もの。この転生したら筆箱だったとかもさ、現世で死んで目が覚めたら異世界の筆箱になってたって話、もう飽き飽きだわ。今同じようなストーリーが多いから、斬新なストーリーの小説が出たら流行るかしら。何？儲かる？ならばうちが全く新しいストーリーを作るわ。例えば主人公はパパイヤの中から生まれ、結婚10年目、そろそろ倦怠期な中年夫婦に育てられ、猫、スズメ、オラウータンを従えてご近所の迷惑ババアを退治しに行く。どう？まんま桃太郎じゃねえか！フードデリバリー。フードデリバリー便利だよね。ついつい週1ぐらいで使っちゃうよ。便利だけど、届いた食事が崩れてたりするとショックだよね。この前注文したらつまみ食いされたんだよね。あれマジで気持ち悪いよね。うちなら対策があるよ。対策？まず何回か注文して配達員と仲良くなって顔なじみになる。そうすると罪悪感からつまみ食いができなくなる。おお、なるほど。さらに仲のいい配達員を増やしていく。そしてうちの家を休憩所代わりに使わせる。え？そんでもって配達中のご飯をちょっとずつ拝借すれば、あら不思議、頼んでないのに豪華なディナーが。犯人はお前か！最後まで見てくれたんだ。ついでにチャンネル登録もよろしく。